3月23日の運動塾通信をお送りしています。これは昨日に引き続きですね、アメリカ各州の連邦政府補助金の正しい活用法、アメリカの各州は廃炉の案件よりも健全な投資を保有しているというタイトルです。昨日はそうでもなくて結構ばらまきすぎたねという話でしたね。で、今日はその2日目です。したがって州政府は連邦政府の恩恵を受けて地獄経済の競争力を高めることがより重要である。そのためにはいくつかの原則が必要である。第一に、永続的な投資よりも一回限りの投資を優先させることである。公害の除去や古くなったコンピューターシステムのアップグレードは今後何年にもわたって利益をもたらす限られたプロジェクトである。また多くの州ではインフラ整備に大きな滞りがあるためこれを減らすことが望ましい。第二に、新しい長期的なプロジェクトはパンデミック後の世界における生産性の向上を視野に入れて選択されるべきである。ブロードバンド、インターネット、特にサービスが行き届いていない地方におけるインターネットはその典型である。最後に、減税や社会保障制度の誘惑は将来への配慮によって抑制されなければならない。税収増の保守的な予測はパンデミック時の所得税や売上税の急増ではなく経済動向に基づくものであるべきだ。突然の予算不足を避けるために、かつてのノースカロライナ州のように税収の敷地を超えた場合にのみ減税を行えるように設計することも可能である。コロラド州はまだ存在せず、その効果も証明されていないユニバーサルプリスクールプログラムのための官僚機構を構築するために今年1300万ドルを費やしているが、このようなことではない。あんま賛成できないということですね。 GDP の 9% に相当する1.9 兆ドルの支出を約束する米国経済、米国救済計画法は各州の連邦政府の大盤振る舞いの一部に過ぎません。過ぎないな。一部に過ぎない。2021年11月に、可決された 1.2 兆ドルのインフラ投資合意法が施行されれば、ワシントンからさらに多くの資金が彼らのものにやってくることになる。野心的な知事や州議会議員は再生に向けて支出することに躍起になっている。しかし彼らの将来の政策立案者に財政的な時限爆弾を残す危険を犯していると。まあ、そう、また僕は知りませんでしたが、2021年11月にさらに 1.2 兆ドル可決されたんですね。されてなかったんじゃないですかね、まだ。されればって書いてありますからね、されてないと思います、まだ。上院議員のマンシーが反対して、多分通過してないんじゃないかと思いますね。で、これはですね、昨日に引き続き、今日はですね、まあ、その 1.9 兆ドルの使い方ですよね。だから競争力を高めるために使うべきだということで、継続的な投資というよりも一回限りを優先させることをやった方がいいんじゃないかということと、それからあと長期的なプロジェクトというのは生産性の向上を視野に入れて慎重に選択するべきだというようなことを言ってますね。それからあと、まあ、減税は実際にそれが本当にもしそれが所得税と売上税の急増じゃなくてね、経済動向に基づいて減税をしっかり考えないと後で足りなくなっちゃうよということに気をつけろと言ってますね。あと、まあ、最後に1.9 兆ドルの米国救済計画法って昨年決まりましたが、さらにその続いて 1.2 兆ドルのインフラ投資
防衛法っていうのがあるんで、それについても同じようなこう選挙目当てに金を使ったら後で後悔するよっていうようなことを言ってますね。